ドーエイン・アントニー・チェンバースは、アフロカリビアンの羊を持つイギリスの短距離走選手である。国際大会で数多くのメダルを獲得し、ヨーロッパ最速選手の一人でもある。主な出場種目は100メートル競争であり、イギリスの選手としては5番目に速い記録を持っている。また、60メートル走と400メートルリレーのヨーロッパ記録も保持している。 2003年にはドーピングを理由に2年間の出場停止処分を受けた。チェンバースは100メートル走で10秒06のジュニア世界記録を樹立するなど将来を有望視された選手だった。1999年の世界選手権では銅メダルを獲得しシドニーオリンピックにも出場した。どちらの大会でもヨーロッパ選手の中で最高の成績を残した。2001年には イギリスのトップスプリンターに成長し10秒の壁をエドモントン世界選手権で2度破った2002年にヨーロッパ王者と記録保持者になったが2003年10月禁止薬物のクリアを使用したことにより2年間の出場停止とオリンピックからの追放処分を受けたチェンバースは2006年6月に陸上競技へ復帰した2006年のヨーロッパ選手権では 400メートルリレーで金メダルを獲得した。NFL ヨーロッパのハンブルクシーデビルズやラグビーリーグのカッスルフォードタイガーズなどで他のスポーツにも挑戦した。短距離走者としての成功は2008年世界室内陸上競技選手権での銀メダルと2009年ヨーロッパ室内陸上競技選手権での金メダル、2010年世界室内 陸上競技選手権での優勝が挙げられる。チェンバースはオリンピック、コモンウェルスゲームズ、多くのヨーロッパでの大会に出場できない状態にある。2009年には自伝のレースアゲンスト目を出版した。2012年4月30日、スポーツ仲裁裁判所は過去にドーピング違反した選手を五輪代表に選出しないとする英国オリンピック委員会の規定が 世界反ドーピング機関の統一基準に反するとの裁定を下し、チェンバースに五輪出場の可能性が広がった。記録、受賞、功績、ありがとうございます。